こんにちは、小林愛子です。はい、久しぶりに車の中からお届けしてます。2019年のクリスマスも終わりまして、いや、まもなく2020年がやってまいりますね。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、今日はまあ、いつものように設定ノートを使って、願いを叶えるとか、あと幸せな生き方に関してお話ししてきておりますけれども、今日はお金に関してのお話をしたいと思います。いつだっけ、ちょっと前に皆様にアンケートを取らせていただいて、その中で、まあ、私からお金の話、お金についてどう考えているのかっていうことを知りたいというね、声がいくつかありましたので、今日はお金に関してお話ししたいと思います。そう、私にとって、まあ、お金も何でも一生なんですけれどもね。そう、考え方は本当にとても大事なところになってきます。設定ノートに設定するっていう時にも、もういつも言ってますけれども、ないからスタートしないっていうことを伝えてますよね。ないに関心を向けているとない世界が拡大してしまう。私たちの意識ってすごいパワーを持ってるんだよっていうね、先日ブログにも書いたかな。そう、このなんか宇宙のどんな爆発エネルギーよりも、私たちが持ってる一つのこの体が持ってるエネルギーって、それ以上のすごいエネルギー体なんですって。そう、なのでね、この全身を使って願いを叶えていくっていうことをもう本当にできるのでね、皆さんにどんどん本当に試そうと思っていく感じでいいので試してもらいたいので、まあ、今日もそんな気持ちで聞いてもらえたら嬉しいんですけれども、はい、話は戻ります。そう、ないとか、まあ、欠乏感とかっていうところに関心を向けている、意識を向けていると、その世界が作られていきます、拡大されていきます。なので、まずそのことにすごく気をつけてほしいなって、もういつも思って伝え続けてきておりますけれども、そうなので、まあ、そのちゃんと逆をやってもらえれば、ある世界ができてきます。そうなんかね、普段よくあるこうネガティブスパイラルみたいなのに落ちてっちゃう人がね、いますよね。まあ、そういったメッセージももらったりしますけれども、なんでネガティブスパイラルにこう落ちてしまうのかっていうと、ネガティブに関心を向けてるからなんですよ。もうすごい簡単なこと。そう、ネガティブに関心を向けるのではなくて、ポジティブな面に、そう、意識を向ける、関心を向ける、それだけなんですよね。そう、それをやるかやらないかだけなんで、もうとっても簡単でしょ。そうだけどね、なんか分かるんですよ、どうしてももう一回ネガティブに入っちゃうと、そっちのスパイラルになるのは。なので設定ノートでいつも願いを叶えたい、そのなんか自分が叶えたいこととか書き出していくと、やっぱポジティブな気持ちになるじゃないですか。そういった使い方でもいいので、書く、設定ノートに書くっていうことをやってほしいなと思いますけれども、まあ本当にさっきも言ったけど、ないからスタートしない、自分はない世界にいないってことないない言ってますけども、ある世界、今もうすでにあるっていう世界からスタートしてほしいですね。そう、だからお金に関しても同じで、お金がないから欲しいっていう書き方ではないってこと。必ず私たちあるを見て書いていく。何でもそうです。普通の願い事もそうだし、お金に関しての願いもそう。例えばそうだな、お金が自分にもう今十分にあったとしたら、どんなあり方をするかなとか、何をしてるかなって思って、で書けばいいと思います。設定ノートに、お金が今自分に十分あったとしたら、私はこれをしたい、これをする、これをしてますっていう書き方でいいと思います。そう、まあ、あと気をつけてほしいのは、人のお金の使い方とか、人のお金の稼ぎ方
に関して批判してたり、まあ、なんかとかっていうあの、ね、文句とか批判をしてる人はなかなかお金が入ってきませんので気をつけてください。そう、先日さ、あの ZOZO の社長さん、何さんか、前澤さん、そうが、あの、まあ、いろんなお金の使い方いろいろしてますよね。私はね、なんか、いや、どっちかというと素晴らしいなって思うんですよ。まあ、彼はすごい少年みたいな人で、もう見るからに、まあ、実際知ってるわけじゃないですけども、前澤さんのなんかこう表情とか喋り方とか画面から見ていてもやっぱりすごく少年のように本当そのままで生きてる方なんだなって思えるので、あの、あり方もすごく私はいいと思ってます。そう、彼がね、なんだっけ、そうそうの、なんて、あ、ふるさと納税のことに関して、あのふるさと納税、あの 立山市、あのこの間の台風で、あのすごくあの被害にあった立山市にふるさと納税を20億円されたそうなんですけれども、それに関してこうなんかコメンテーターの方が、まあ、それをすることがどういうことかっていうのをね、ちょっと批判めいた話をしてたんですけれども、いや、そこをそう見るんだなっていうのも、まあ、まあいろんな人の 見方があるのでいいんですけれども、やっぱりね、何か批判したりするともうそこの世界ってシャットダウンされてしまうんですよね。自分の世界じゃないって。前澤さんってすごくあの、ね、お金を稼がれて自分 あの思うように使って、でも本当に素敵じゃないですか。立山市に20億円ふるさと納税するとか、とても素敵なことだと思うんですよ、ね、それを そこの面を見ないで、その裏側のなんか使い方がどうのっていうところを、まあ、わかんないけど、まあ、テレビのね、あの作り方もあるので、そういった、まあ、ところからのこの批判だったのかもしれないけれども、やっぱどこを見るかって言ったら、まあ、いいところ、彼の素敵なところ、そのお金の使い方に関して、まあ、両極あるんですよね。なので素敵な方をしっかり見て、あのコメントするとか、自分は そこを見るっていうことをしていくと、そっちの扉が開かれていきますので、皆さんもどこを見るかっていうところ、とても大事にしていってほしいなと思います。はい、今日はここまでですけれども、お金の話ね、もっともっといろいろあるんですけれども、また、次回、機会がありましたら、お金のことをまたお話ししたいと思います。はい、それではまたね。